ありゃ、お留守？見られているな。気を抜くな。で、そのクラウドってのはお前か、お前か、お前か、それともまさかお前かって本当は分かってるよ。お前がクラウドだろ。どこかで会った。おいおい、初対面に決まってんだろ。俺様と会って俺様を忘れるやつがいるもんか。ただ俺様はお前のことを一方的に知っている。なぜだか分かるか。何でも屋のクラウド。よし、教えてやろう。裏稼業は情報が命。ましてポルネオファミリーを壊滅させた男がいるとなれば調べないわけはないだろう。おめでとう、パンパンパン。お前は有名人だ。俺たちは片腕が十分。まあ分かってる分かってる。裏稼業は情報が命。いつも言わせるな。上で起こったことはすべて把握している。そこで腕利きの何でも屋に仕事を頼みたい。どういう。お前が探している片腕が十の男は俺様がすでに確保している。砂漠の牢獄な。その場所をお前に教えてやってもいい。しかし世の中は疑問についてだ。そうだ、お前は俺様に金を持ってこい。俺様は今とんでもなく金が必要だ。どこかのイカれたクソったれが勝手に死んだ兵をぶち殺しやがったからな。もう犯人を引き渡すだけじゃ収まらねえ。コレルプリズンを守るためには上納金が必要だ。とんでもない額のな。そう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 クソだ。その金を何でも屋のお前に用意してもらう。ああ分かってる、心配するな。金を稼ぐ方法は考えてある。何でも屋にはチョコボレースに出場し優勝してもらう。というわけで優勝できるまでお仲間は預からせてもらう。クラウド、クラウドか。待て、わっと心配するな。丁重におもてなしするさ。ああでももしお前が金を持ってこないなら彼女たちに稼いでもらってもらうかもな。ゲスト呼んでくれ。オーケー。じゃあレースの突っ込んだ説明はこいつに聞きな。了解です、バス。期待しているからな。よし、チョコボのところまで案内する。ついてこい。おい、連れてきたぜ。わかってる。あなたが何でも屋のクラウドね。なかなかいい男じゃない。そうか。私はチョコボマネージャーのエスト、よろしく。え、クラウド？お前はグリーン牧場の。何？あなたたち知り合いなの？どうしてここに。まあ、ピ
コをチョコボレースに出すためにゴールドソーサーに来たんだけど、こいつらに捕まっちゃって。おいおい、人聞きの悪いこと言うなよ。砂漠で迷子になってるところを俺たちが助けてやったんだろ。ふざけたこと脱がしやがって。まさかピコに乗るのか。ご明察。勝てるのか。初めての砂漠でかなり参ってるみたい。しっかり食べさせてスタミナを戻さないと、レースで勝つのは厳しいね。だからクラウドにはまずピコちゃんの餌を探してきてもらうわ。はあ、分かった。僕も手伝うよ。それじゃあ餌を手に入れたら私のところに持ってきてね。飲んだくれの酒場、ベイルジャンパへようこそ。あんた、野菜が欲しいんだって。ああ。なら、崖の上に畑があるからよ、勝手に取ってっていいぞ。ずっとほったらかしだが、なんかあるだろう。ほら、これでいけるからよ。ただ、あそこはモンスターが出るからよ、気をつけるんだな。クラウドさん、僕です。サトリーです。ここは非常に危険な場所だと聞いたので変装してみたのですが、いかがでしょう。イグルミには人を和ませる力があるので、人を襲われないはずです。それにしても大変なことになりましたね。バレットさんの無実が証明されるよう、僕も微力ながらお手伝いしますね。状態はまずまずかな。グラスランドの採れたて野菜に比べるとしなびてるし色味も悪いけど、砂漠で贅沢は言えないしね。うらん、しまれだ。仕留める。終わりだ。一気に叩き込む。届く。知れ、一限回復。消えろ。攻めるぞ。じゃあここで仕掛ける。ここまで。殲滅する。食べさせたいかな。うん、完璧。これならいつでもレースに出られるよ。レース会場にはガスが案内してくれるわ。声をかけてみて。あ、それともし野菜が余ってたらレース用パーツと交換してあげるわよ。
ここでは野菜は貴重だからね。買い取らせてもらうわ。よし、じゃあ上のレース会場まで案内する。ねえ、やっぱり私がエスコートすればいいわよね。ちょっといい男だった。これだ。それじゃあ私についてきて。まさかピコちゃんがこんなに元気になっちゃうなんてね。プリズンに来た時はミイラ一歩手前って感じで、子ネズミも脅せないようなか細い声で泣いてたのに、すっかり見違えちゃった。これなら期待できそう。ただチョコボがいくら優秀でも、騎手がヘボだとレースには勝てないわよ。スピードもスタミナも申し分ない有望なチョコボが無能な騎手に潰されるのを何度も見てきたわ。チョコボを生かすも殺すも騎手次第。さてクラウドはどうかしら。ほら乗った乗った。レースの出場者だな。はい。チョコボはこちらで預かる。あんたらは控え室で待機だ。客の目につかないようにしてくれよ。新入りかい？お？あら、ジョー。やあ、エスト。今日も美しいね。はいはい、ありがとう。ああ、紹介するわね。彼はジョー。サム専属のレーサーよ。言いたくないけど現役チョコボレーサーのトップに君臨する男よ。以後お見知りおきを。彼はクラウド。うちが送り出す期待の新人ってところかしら。チェックしておいて損はないんだから。へえ、エストのお気に入りか。ってことはよほどの逸材か、あるいは顔がいい結果。その両方かもね。ライバルは歓迎さ。見かけ倒しじゃなきゃいいがな。期待しているよ、クラウド君。それじゃあレースが始まるまでしばらく待機ね。もしチョコボレースの練習がしたかったら、あのシミュレーターを使ってちょうだい。知ってる？わしさっき襲撃されたの。もしかしてコロシアムの事件って。さあ、それそれ。でもわしトイレに行ってて助かったの。すごい、ラッキーですね。でしょう。だから今日は変わってる気がするんだよね。おお、そう。ラード入ってる。たっぷりね。タプタプ。はい、どうぞ。おお。うまい。見つかったか。それどころじゃないです。あっつい、このままだと死んじゃいますって。ガーッ！っていうか、なんでタークスの制服って黒なんですか。おこちらが終わり次第合流する。急いでくださいね。あと冷たい飲み物をお願いしますよ。アイスクリームでもいいです。バニラ。いや、バニラはダメです。大切な後輩が干からびちゃいますよ。聞いてます？先輩！
レノがいればな。信じてたぜ。お前はやる男だってな。これでコレルプリズンは安泰だ。どうでもいい。ん？わわわわわわ、クールだね。ここは砂漠だぜ。もっとホットに感情を爆発させろよ。今度はあんたが約束を守る番だ。分かってる。俺様は約束を守る男だ。せかす男は嫌われるぞ。この地下道で砂漠を抜けられる危険な流砂も全部スルーってわけよ。地下道から出た後は可愛いハゲタカちゃんが案内してくれるからよ。おとなしくついていくな。片腕が銃の男はスクラップ置き場の牢獄に縛り付けてある。あとは死んだに突き出すなり始末するなり好きにするんだな。なんでお前らがここに？ゴールドソーサーで起こった事件の犯人を追っている。犯人は片腕が銃の男だって。なるほどな。あんたじゃないんだよな。全部俺のせいなんだ。バレット、話して。犯人の名前はダイ。俺の親友だった。4年前のことだ。マコーロが爆発事故を起こしてな。俺とダインは状況を確認するために現場に行った。その帰りだ。どうなってんだよバレット。
あんな爆発が起こったっていうのに神羅の奴らは一人もいねえじゃねえか。なこと俺にも分かんねえよ。とにかく村に戻ってみんなに報告しねえと。なんだよあれ。兵が来て村を襲っとる。事故の責任をわしらに押し付けて隠蔽するつもり。おやさん、やろう。村を頼む。そんな、くそ、早く村へ戻らないと。マリンとエレノアが。地球で。ああ、お前はいつもそうやって諦める。走るぞ。くそ。事故を起こしたなんて言いふらされたら困るの。だからごめんなさいね。ああ、頑張るわね。泣けるわ。マリン、マリン、俺は出血で朦朧としながら何とか逃げた。で、倒れたところをシロン先生に拾われた。だからこうして生きてる。そして右腕を失った俺は義手じゃなくこの復讐の道具を選んだ。ダインも同じか。そういうことらしい。まさか生きてるなんてな。それを知っていりゃ、ダインも神羅に復讐してるってこと。わからねえ。ダインが現場から立ち去るところを見たが、誰かで構わず巻き込むようなやつじゃねえ。復讐だってんならなおさらだ。とりあえず会って話して伝えたいことがあるんだ。じゃあ早速行く。あそこが牢獄らしい。ここにダインがいるのか。そのはずだ。
人で話をさせてくれ。でも。わかった。ダインなのか。へえ、懐かしい声だ。ダイン、待ってろ、今助けてやる。これ夢か。バレットじゃねえか。くそ、なんだよ、お前もエレノアの誕生日を祝いに来てくれたのか。あ、おう、エレノア、マリー、バレットが会いに来てくれたぞ。そうだ、元気そうだ。ええ、みんな一緒じゃねえ。そう、なんでだろうな。おい、バレット、ミーナはどうしたんだよ。お前ちゃんとプレゼントを持ってきたんだろうな。今日はエレノアの誕生日なんだぜ。チキショさ、ソルジャーじゃねえのか。てめえ、俺を死んだに売りやがったな。いや、違う、そうじゃねえ。やめろ、ダイン。どうした、撃てよ。俺はお前を助けに来たんだ。俺を助けるだってお前が。これ傑作だ。面白いこと言うじゃねえか、バレット。寝言は死んでから言え。これは俺たちの問題だ。それじゃあよ、落とし前つけよう。じゃねえか。
ダイン、終わりだ。終わり？終わりだと？何も終わっちゃいねえだろうが。だったら俺を殺せ。それで終わりにしてくれ。バレット、来るな。お前だけ死んで楽になろうってか。なんだよそれ。ああ、俺を助けるんじゃなかったのかよ。俺は昔から変わらねえ。お前はうまくいかねえとすぐ諦めるんだ。許してくれダイン。俺がバカだった。もっと他に道はあったはずだ。それなのに金に目がくらんだ。代償はでかかったよな。でもよ、頭の中で声が響くんだよな。エレノアの声がよ。あんたバレットを恨んじゃダメ。あの人に罪はない。じゃあ誰が償ってくれるんだ。シンラか。ああ、シンラしかねえよな。殺せば殺すほど俺の心も死ぬ。心の中は真っ暗だ。ああ、もう死んじまいたい。でもそれができねえんだ。なんでだよ。エレノアもマリンもいねえ世界に何の未練もないはずなのによ。マリンは生きてる。4歳だ。ミッドガルにいる。マリン、目がエレノアにそっくりだ。髪の色も。爆発事故の後、俺は抜け殻だった。ミーナを失ってお前も死んだと思ってた。後悔と罪悪感に押しつぶされる寸前だった。そんな俺が動き出せたのはマリンのおかげだ。燃え落ちる寸前のお前ん家で泣いていたのを助け出した。それからマリンが俺の生きる目的になった。だから俺から奪ったのか。俺がどれほどマリンを愛してたか知ってたよな。それなのに。そうじゃねえ。お前は俺の愛するものを全て奪ってゆく。ダイン、マリンのところへ行こう。一緒に。恨むぞバレット。
マリンがいることをどうして教えやがった。大義、俺の手はもう血まみれじゃねえか。もうどうしようもねえじゃねえか。大丈夫なんですか？本人の希望だ。ボート鎮圧用兵器を投入する。各班、至急退避しろ。そんじゃ、行きますよっと。どひゃ！どうかしたの？近い近い。ホテルに逃げよう。ルシアムは死に死に死に。そこまでそう。時間がない。ここから離れるぞ。どうやってさ。
ジオン、これに乗って逃げなさい。園長、これは盗聴器にもなっていて、全て聞かせてもらった。君は無実だ。疑ってすまなかった。あのバギーは謝罪の気持ちだ。受け取りたまえ。彼は私が責任を持って埋葬しよう。助かる。そうとなれば脱出。園長、こんなことしてええんですか？ゲストの安全を守るのは園長の務めだ。君たちがミッドガルで何をしたにしろ、ゴールドソーサーでは関係ない。またいつでも遊びに来たまえ。優しいじゃねえか。行くぞ。じゃあ、ダイン。
届いたか。ああ、聞こえたさ。これでよしと。統括、何かいいことあったんですか？ああ、いい仕事ができた。ん？お遊びはほどほどに。お呼びでしょうか。古代史は無事なのか。監視を続けていますが。約束の地へ向かっている気配は今のところありません。そうか。ヒュージマテリアより気になりますか。子供の頃からの夢だからな。絶対にこの目で見たい。では監視を強化しましょう。臭いこと言うなよ。頭の中が丸見えだぜ社長。俺が怖いんだろう。おっとまだ見えるぞ。なんだ。父親への畏怖、憎悪、劣等感、その奥に封じられた孤独。否定はしない。全ては俺の原動力だ。へえ、いいじゃないか。星には今少し刺激が必要だ。その力でかき混ぜてくれ。そんなに俺が気になるか。これでよし。この人どこかで見なかった？誰それ？
私たちのこと覚えていてくれる人もいなくなるのかな。そう思うと寂しいな。みんなでおいおい、またアバランチか。カモナ、ああ、行かないと。仕事はもうやめた。見つけた。